六甲アイランド線は、住吉駅から六甲アイランドのマリンパーク駅に至る、神戸新交通の自動案内機常式旅客輸送システム路線である。全線が、兵庫県神戸市東灘区内を走行する。愛称は、六甲ライナー。神戸港沖に建設された人工島、六甲アイランドと住吉駅を結ぶ交通機関として建設され、 1990年2月21日に開業した。全線が複線で終点のマリンパーク駅の奥に検査場がある。本路線は六甲アイランドに乗り入れる交通機関で唯一ピタパーやアイコカなどの交通系 IC カードが使用できる。路線は以下のように軌動法に基づく軌動区間と鉄道事業法に基づく鉄道区間とで構成されている。これは その下を走る道が道路法に基づく道路であるか、それ以外の道であるかの違いによるものである。南魚崎アイランド北口間では六甲大橋で神戸港を渡るためである。エイジティには他にも軌動区間と鉄道区間が混在している路線がある。日中時間帯は1時間あたり10本が運行されている。朝夕は本数が多くなり、 二から四分間隔で運行されている。土曜、休日は終日六分間隔である。車体側面には車両番号が付けられており、車両番号の付与方法は、千の位で形式を、百の位で号車番号を、十並びに一位の位で編成番号を示す。全列車が四両編成であるが、ホームは全域とも六両編成分あり、列車が停止しない部分にホームドアはなく、 ガラスがはめられている。全駅兵庫県神戸市東灘区に所在。マリンパークから六甲アイランドの南側で埋め立て中の六甲アイランド南東まで延伸する計画があり、1989年の運輸政策審議会答申第10号で今後路線整備について検討すべき方向として示されている。しかし南東の造成計画が進んでいないため、 しばらく延伸は行われない。上記の通りあたり路線は JR 線や阪神線と連絡駅があるが、当路線は JR 線と連絡駅である、住吉駅を終端としているため、各社との乗り換え駅である、三宮駅を終端としている、ポートアイランド線とは異なり阪急線との連絡駅はなく直接乗り換えることはできない上、 住吉駅から阪急線方面への延伸計画も今のところない。このため、阪急沿線から道路線に乗る場合は、今津駅で、阪神に乗り換えて、魚崎駅まで行くか、岡本駅から徒歩で、JR の摂津本山駅に乗り換えて、住吉駅まで行くか、もしくは道路線を利用せずに、岡本駅、三陰駅もしくは神戸三宮駅から、港観光バスに乗車して、 六甲アイランドに向かうしかない。ありがとうございます。